どうもこんにちは、さかなです。今回はですね、積んでいたダリルバルデを作っていこうと思います。この動画はですね、本当はショートで作ろうと思って、なんかこんな感じのね、なんか音系の、撮影をしたんですけども、動画の後半ですよね、とあるミスが発覚しまして、それをリカバーするために、初めてね、とあることをね、やってみたので、まあそのちょっと、とあることの部分をね、動画にしたためにね、ちょっとショートにすることができなくなり、まあ、なんかハイブリッドなね、動画となっております。はい。なんかこの、パーツをね、パチパチ切っていくところなんですけどもね、ちょっと音のね、設定とかもね、ちょっとまだうまくできてなくてね、この組み立て入ったんですけどもね、ここもね、まあいい感じになんか ASMR 的なやつをね、作れたらなと思っているんですが、まあまだちょっと音の面で調整が必要かなといったところですね。まあちょっと撮り方、動画の撮り方の方はまあ2回目なので、プラモ作りが2回目なので、まあちょっと前よりかは良くなっているかなという印象なんですけども、まだまだ、まだまだですね。まあまたね、手袋してるんですけども、まあ、素手でもいいかなと思ったんですがね、今回ちょっと指のね、ささくれがちょっとひどくて、あんまりね、赤いのが映ると YouTube 的に、ね、よろしくないみたいなね、まあ、体液的なやつの赤いやつがね、うん、まあ、血なんですけども、血が映るとあんまり良くないということで、今回手袋してやっておりますが、まあ、この手袋ね、結構やっぱ前も言ったんですけども、はい、ちっちゃいパーツが持ちやすくなるんで、まあ結構、使ってていいかなっていうところなんですけども、ちょっとサイズをね、ちょっと間違えて買っちゃったんで、このね、手袋をね、まだあと何十枚もあるんでね、これ使い切るまでは、まだこのね、ブカブカの手袋で行くんですけども、まあまあまあ、つけると物が持ちやすくていい感じですね。もう映像の方はね、結構、腕とか、ね、でき始めてるんですけどもね、まあまあ、この辺りですね、実はやらかしているのが、もうこの辺でもう作りながらね、うわ、どうしようって思いながら作ってるんですけども、まあちょっとね、後半、ごまかすかどうか、どうしようか考えた結果、まあ新しいことに挑戦してみようということにね、なったわけでございますね。このね、作っている映像なんですけども、だいたい4分ぐらいまでこれ続くんで、まああと1分30秒ぐらい何喋ろうかなといったところなんですけどもね。何喋ろうかな。まあこのダリルバルでね、見た目がめっちゃ好きでね、買ったはいいんですけどもね、まあずっと積んじゃってて。で、まあこれを発売した時ももうすでに、グエル君、やられた後だっけね、なんかこの、エアリアルと戦って途中で自動操縦になっちゃってね。なんかエヴァの話とか思い出すんだけどさ、ダミープラグみたいな。あれを思い出すんだけども、なんかこの、自分の腕で勝ちたいのに戦わせてくれないってね、なんかこう、親に怒る感じ。話いいよな。で、なんかその親とのね、最後もね、またね、まあやっぱ水星の魔女最近面白いですから、今14話かなこれを撮っている段階では。ちょうどね、新しい事実がね、新事実が発覚して、いや、そう来たかというところなんですけどもね。まあそろそろなのか、あ、もうちょっとだな。もうちょっとで、作り終わるというところなんですけども、ここでね、大体のパーツがね、組み上がってね、もう足をつけて、胴体つけて、両腕つけてっていうね、この上がる瞬間。この瞬間がね、一番楽しいまであるプラモ作りなんですけども、まあ、ちょいちょいね、付け忘れのパーツがあってね、胸のパーツとかね、首の接続パーツとかね、付け忘れがあったりとかしたんですけどもね、今作ってるのはこれ武装ですね。なんかダリルバルで面白いんだよね。なんか多脚っていうか、いろんなところに関節がついてて、関節じゃないけど、腕がついてて、なんかそれをね、付け外ししたりとかして、ビームサーベルにしたりとか、そういう武装があるんでね。まあ、後半その武装のポージングとかもしますんでね。よろしければ続きどうぞ。いや、あとね、これ、貼り忘れたシールを貼ってね、完成かと思ったらね、ここのパーツがね、なくなっちゃって、どこに行ったんだろう？これ。これなんだけど、肘パーツね。もうマジでどこ探してもないからさ、ちょっとこれ、初めてなんだけど、ちょっとパーツの複製をやってみようと思います。このお湯丸。なんか温めるとね、なんか形が作れる。カタソリタタタパチジャ素材。さあさあ、ということでお湯丸を温めてきました。もうなんか、
棒状からね、こんな丸くできたんですけど、だいぶね、柔らかくなってる。で、これをね、この塗料皿とかに入れて、片っぽをなくしてしまったパーツを、こうやって置いて、押し当てて、あ、入っていくね。多分あんまりね、押し付けちゃうと反対側についちゃうからよくないのかな。まあ、ある程度のところで止めといて、で、ね、この後にレジンを流し込もうと思うんだけども、そうね、レジンの逃げ穴、まあ普通のランナーみたいな感じで、まあ本当にもうランナー切ったやつ、ランナー切ったやつを当てて、この状態にしたら、ちょっとこれランナー太いな。まあいいか。さらにこの後にもう一回上からもう一種類のお湯丸をね、押し当てていくんで、それがね、ちょうど型がぴったり合うように、なんかこう、これ今筆なんですけど、ちょっと穴をね、作って、ダボにしていくと。で、この上からね、このお湯丸をもう一個合わせれば、この穴の中にも軽くお湯丸が入って、噛み合うようなね、型ができるんで、この状態で、一旦これをね、冷やして固くします。はい、ということでね、いい感じに冷えて固くなったんで、もう一個のお湯丸ね、これを温めてきたので、まずは水気を拭き取って、で、これをね、柔らかいうちに押し当てていくと、これちょっとへっこみがね、あるんでね、パーツ的に。まあ、削っちゃえばいいんですけどね、ちょっとうまく入るように形を調整しながら、押し当てていきます。なんか多分ね、離型剤とかグリスとかなんかを塗った方がいいっぽいけど、まあ、なくてもいけるみたい。これでちょっとがっつり、しっかりね、中に入るようにお湯丸を押し当てていく。湯口の穴が塞がらないように、ランナーを埋めないようにしていく。で、この状態で、また固めるらしいけど、ちょっと冷やしていきます。はい、ということでね、ちょっと冷やして固めてきました。これを取り出していきます。で、これが剥がれるか。お、来た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 。お、取れた。で、これをパーツを取って、あ、結構型くっきりしてるかも。で、これで突起がね、残ってるんで、これをこう合わせれば、あ、ちゃんと注ぎ口が残ってる。あ、けどちょっとこれずれちゃったからもな、これ、注ぎ口が。まあちょっとやってみようか。まあとりあえずこの外側がね、形になればいいんで、このね、UV レジン。100均で買ってきました。セリアですね。これを開けて、中蓋があんのかな、これ。中蓋ない。レジン臭いんでね、手袋してくださいね。これを出していく。これを、こうね。こっち側に入れて、ちょっと気泡入っちゃったのかな、どうだろう。で、反対側にもちょっと垂らしてみて、あー、気泡が、こうして、結構粘度が高いな。いい感じかも。ちょっとじゃあ、型があるんで何回もできるんでね、これでちょっとドッキングしてみます。ドッキング、はい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 。あ、ちょっと注ぎ口の方にも登ってきてるんで、いい感じかも。で、なんかこれをね、クリップかなんかで止めるらしいんだけど、そんなね、ハイレベルなもん僕の家にはないんでね、ベランダから持ってきた洗濯バサミで止めていくが届かねここでいいや。こうして、反対側もこうして、で、この状態で置いて、このね、ダイソーの UV ライト、これを使って硬化していく。ピンと来い、ピンと。大丈夫か？なんかさ、蛍光色なのかわかんないけど、めっちゃ光ってるな。さて、硬化が終わりました。撮ってみましょうかね。うまくいってるといいけども、ちょっとね、片面、2分やりました。一応ね、取っていきます。お、すげえ。お、できてる。え、
マジですげえ。え、ちょっと待って、マジですげえんだけど。ちょっと漏れててバリはできてるんだけど。ちょっと待って、待って、待って。え、これ、ねえねえ、見て見て見て。これやばいんだけど。これ本物ね。これ偽物っていうか複製したやつ。え、まんまじゃん。やば、ちょっとこれ、成形していきます。ちょっと注ぎ口の棒はね、これいらなかったですね。全然くっついてないんで、いらなかったです。取れました。え、これ、マジでさ、これマジでまんまなんだけど。バリの部分をニッパーで取ります。いや、すごいわ。はまりました、そのまま。え、すご。パーツ複製、えぐ。成形失敗してるとこあるけど、え、これまんますぎる。え、やば。ちょっとこれ記念に色塗らずに取っとこうかな、このまま。ということでね、まあ、いろいろ問題起こりつつなんですけどね、ダリルバルでなんとか完成させることができました。初のパーツ複製をやってみたんですけども、だいぶいい感じだよね。こことね、ここね、ちょクリアで分かりやすく残してやるんだけども、これすごいな。だいぶ使えそうな技。このね、肩のねバインダーというか装甲がまたかっこいいんだけど、この子に出番はあるのだろうか。今後付属のねワイヤーを使って足をね射出している状態、そして手をねビームサーベルに変えた状態のポージング、説明書のねポージングをね参考にしたんですけども、いやこれかっこいいな。こっちの台座の方はね SH フィギュアーツとかのね、あの魂ステージってやつをそのまま使ってるんで、穴ちょっとギチギチなんで、これちょっと真似しないでほしいんですけども、一応使えないことはないですね。すごいなこれ。水星の魔女のねディスプレイベースがねなかなか売ってなくてね、このダリルバルデの方の付属のね透明の簡易台座があるんですけど、これもめちゃくちゃいいですね。うん、本当にまあ安定感はあんまりないのかもしんないけども、本当にまあなんか一個台座欲しいなって人はダリルバルデ買えば全然使えますねこれ。ということでね、今回は積んでいたらね出番が終わってしまっていたダリルバルデくんをね、パチ組と思いきや失敗ありきでいろいろやった作りで作ってみました。いや、いい経験になりましたね。多分ね、後で部屋掃除したらね、なくしたパーツで出てくるんじゃないかなということで、ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、コメントお願いします。